皆さんこんにちは。私は九条ピースウォーク静岡県中部実行委員会の全体コーディネーター馬場敏子と言います。今日は九条ピースウォークについて皆さんにお知らせしたいと思います。この九条ピースウォークはどのように始まったかと言いますと、この5月4日5日6日に九条世界会議というのが東京幕張で行われます。この九条世界会議は日本が誇る平和憲法九条を世界に輝かせようという会議です。初めて行われるこの九条世界会議のプレイベントとして、各地で九条を話し合おう、そして広めよう、輝かせようということでこのピースウォークが始まりました。東京の事務局で立ち上がったこの九条ピースウォークですが、各地広島から各県をつないでいく、その受け入れはすべて個人有志の力で支えております。ピースウォークは2月24日広島を出発しました。そして各地を歩き続けながら静岡に4月9日入ってまいります。この間各地では九条を輝かせるためにいろいろな市民の人がサポーターとなりっていろいろなイベント、あるいは宿泊、食事、ピースウォーカーたちを受け入れています。静岡では今年初め九条ピースウォークの実行委員会を立ち上げて今まで準備をしてきました。静岡で泊まるのは14日間、日本で一番長い間滞在する県となりました。特に私たちは静岡県中部を担当しておりますので、4月13日から4月17日まで私たちの担当で宿泊、食事、イベントなどを行います。特に私たちが来ていただきたいのは4月15日火曜日のイベントです。平日でもあり、なかなか参加することは難しいかもしれませんけれども、お時間のある方は12時青葉公園のイベント広場にお集まりください。このピースウォーカーはイラクからの帰還兵をはじめ静岡まで約30名の方たちが歩き続けています。その方たちのメッセージを受け、静岡の私たちが受け入れをしてイベントを行います。ピースウォークの歌もあります。そしてアメリカで有名なヒップホップの演技者もいますので、素敵なヒップホップのダンスも見ることができます。そしてピースウォークの歌を歌唱指導してみんなで歌いながらピースパレードというのも行います。ピースパレードは青葉公園から呉服町を歩きます。1時30分からのパレードとなりますので、ぜひ素敵なカラフルないでたちでご参加ください。私たちはその日18時から静岡の教会で泊まるピースウォーカーを交流会としてイベントも行います。18時からカトリック静岡教会です。詳しくはこの九条ピースウォーク静岡県中部の事務所になっております。054-209-2021 プラムフィールドまでお問い合わせください。交流会にはその時どなたでも参加できます。突然の参加も突然の宿泊もすべてピースウォーカーとシェアをして進むことができます。1時間でも3日間でもどれだけでもいいので、ピースウォークに参加していただければ嬉しいです。では皆さんの参加お待ちしております。よろしくお願いします。